ただいまより吉村康介様、中条由里様の人前結婚式を執り行います。これより新郎新婦には結婚証明書へ署名を行っていただきます。どうぞ壇上へとお上がりください。それでは新郎様、テールブックの1ページをどうぞ開いてください。それではどうぞ新郎よりご署名ください。1ページ目のご署名は、共に生涯同じ物語を綴っていくという決意です。続いて神父様お願いいたします。この一冊の本はこれからの幸せへの道しるべとなります。それでは続いてご参列の皆様を代表してご両家のお父様より署名をいただきます。どうぞ壇上へとお願いいたします。それではまず新郎のお父様よりお願いいたします。ご署名の様子は正面の映像でもご確認いただけます。続いて新婦のお父様、ご署名をお願いいたします。ご署名のご様子をご確認いただけましたら拍手でお答えくださいませ。ありがとうございました。どうぞご両家のお父様、お席へお願いいたします。続いてお二人に誓いの言葉を宣言していただきます。それでは新郎様、続いてのページをお願いいたします。どうぞマイクを手にお取りください。心を込めて新郎新婦誓いの言葉です。本日私たち二人は皆様の前で結婚式を挙げることができ幸せに思います。幸せや喜びを共に分かち合い、悲しみや苦しみは共に乗り越え、永遠に愛することを誓います。そして何よりも育てていただいたお父さんお母さんへの感謝の気持ちを忘れず、かけがえのない皆様との絆を大切に力を合わせていくことを共に誓います。平成23年11月20日新郎吉村康介、新婦エリー。お二人は新しき夫婦の第一歩を宣言されました。それでは続きまして指輪の交換です。心からあふれる愛を形にして送っていただきます。まず新郎から新婦へ、そして新婦から新郎へ、
では皆様の方をお向きください。結納のご披露でございます。輝く演技ご確認いただけましたでしょうか。ありがとうございました。どうぞお待ちください。続いて新郎の手で新婦のベールを上げていただきましょう。お二人お喜びを分かち合います。ウェディングキスお願いいたします。それではただいまよりリングとキーの贈呈を行います。ご参列の皆様を代表してリングはご友人松瀬陽子様より承認の証として送っていただきます。リングの贈呈は先ほど受付にて結んでいただいた皆様の承認の証、永遠を意味するこの輪はこの先どんな苦難が訪れようともお二人を幸せへと導く絆の輪です。感謝の気持ちを忘れなければどんな時も勇気を与えてくれるでしょう。どうぞお進みください。お一言をかけていただけますか。そしてキーの贈呈です。ご両家のお姉様より送っていただきます。今渡される小さな鍵、愛を込めたこの鍵は輝く未来の扉を開くことでしょう。お姉様にはこの場にて一つの鍵にご両家の思いを込めて幸せの象徴である四つ葉のタグを結んでいただきます。いつでもご両家は大きな愛でお二人を包んでくださいます。では新婦のお姉様、どうぞ新婦へとお渡しください。ご両家の絆に温かい拍手をお願いいたします。お姉様ありがとうございました。どうぞお席へお進みください。さあ皆様からいただいた絆のリングとキー、今感動とともにブックへと収めていただきます。今日皆様からいただいたお祝いのお気持ちという宝物も一緒に、そしてこの思いがいつまでも光り輝くよう祈りを込めて、皆様どうぞご起立ください。ここにお二人のご結婚が成立したことを宣言いたします。ここから始まるお二人の未来に大きな拍手をお願いいたします。